環境で続けた基礎練習が記録を伸ばすための重要な技術につながっています。本当に最初だったと思うので、槍をまっすぐ飛ばすっていうこと自体が難しいことなので、槍をいっぱい触ってコントロールっていう部分で大事だったんじゃないかなと思います。手先の感覚を養い、高校2年から目標にしていたインターハイで優勝今では日本記録を更新するまでに成長しました。その場面で自分が槍投げやってみたいと思えましたし、支えになっている。コントロールの原点、除雪でできた雪の山が北口春花始まりの石。東京オリンピックは私の槍投げ人生においては通過点なので、何が目標です。思うような練習ができない環境の中で黙々と基礎練習を続けた、吉井さんの言葉を信じられてね続けたのと思いますけれども、6月の日本選手権で表彰台に上がればオリンピック内定です。来週は去年全日本初優勝を果たしたフェンシングフルーレ辻すみれ選手の始まりの地岐阜県です。乃木坂46の新選手メンバーがグループからの卒業を発表した白石麻衣さんについて目を潤ませ語りました。最後に届くのはテクノロジーフォータッチング、人が届ける共感や熱意をお客様や企業に提供する KDDI エボルトは、新しくなったオフィスであなたの活躍を求めています。私たちが一緒に働く人に求めるのは、コミュニケーションのベストを探し続けられる人、未来の働くをクリエイトするワンクリエーション KDDI エボルトです。検診結果輸入車正規ディーラー北海道部ニューイヤーフェア、詳しくはウェブで。本物のごま油って何でしょう。マルホンを一度使った人はもう戻れないとよくおっしゃいますよね。マルホンごま油、ごま油にこだわってみません。東京都内の神社で成人式を行った乃木坂46の新成人メンバー4人が、今週火曜グループからの卒業を発表した先輩白石麻衣さんについて語りました。向井葉月さんも白石さんからの言葉を思い出し、手に涙を浮かべました。笑顔がいいから、これからもやってほしいって言ってくださったので、精一杯頑張ろうと思います。